私の名前はドミちゃん。みんなでコンビニに買い物に来たんだけど、今私万引き犯で捕まってしまいました。なんでこうなったのかって、それは与地畑与地三郎の事件簿。歌舞伎揚げめっちゃ美味しくない？めっちゃ美味しい。最近みんな食べてるよね。ね、私もさ、待ってる、絶対食べちゃう、うん、ね。与地畑も好き？ハンマーハンマー。え？ハンマー？ハンマーです。美味しい。ちょっとよくわかんないな。そういえばもう10月になるね。いや、ほんと早いよね。10月といえばハロウィンだね。私お菓子だけには目がないんだよね。ほんとイッチってお菓子に目がないよね。うん、私お菓子のためなら命かけれるよ。そうなんだ。あ、そういえば与地畑はハロウィンの時毎年何かしたりするの？いや、私は何もしませんよ。あとハロウィンなんて日本の文化じゃないですし、うん、私には合わないですね。ただのコスプレする日になってるじゃないですか。ただコスプレする日にね。私には思考が合いませんよ。そうなんだ。一緒にコスプレしたかったな。じゃあさ、ちょっと時期は早いけど、みんなで軽くパーティーしようよ。え、いいね。じゃあ早速近くのコンビニ行ってお菓子買いに行こう。ほらほら。うん。あ、よちゃんだもん。行くよ。まったくハンマーでカンマーな人たちね。お菓子代はドミちゃん持ちですよ。え、なんで？いいじゃないですか。え、でもこの前も私が払ったじゃん。いいじゃないですか。ほら行くよ。いらっしゃいませ。え、てか、なんで二人とも私服に着替えてきてるの？え、逆になんでドミちゃんの制服なの？え、ね。そうですよ、なんで制服できたんですか？だって知らなかったし。いや、一回ね、帰ったら楽な服装に着替えたくない？ね、言ってよ。てか、与地畑、服装そんな感じなんだね。なんか意外。そうですか？うん、こうですよ、いつも。やべえかね。じゃあ先に飲み物から見に行く？いち？飲み物だよね。飲み物から見よう。じゃあ行こうか。よし。私オレンジジュースにしよう。あ、いいじゃん。じゃあ私桃。わー、お菓子いっぱいあるね。ね、何にしよっか。うーん、あ、私これにしよう。あ、じゃあポテトチップスにしようかな。どう？合計で2000円になります。はい、ありがとうございます。じゃあ行こっか。お客様、あなたまだ生産してないものあるよね。え、いや何もないですけど。ちょっとカバン見させてもらうね。ちょっと裏来てもらっていいかな。あなた学生さんだよね。これ犯罪だからね。分かってる？私は何もやってないです。もういいわ。あんたたち何も知らないの？ハンマ。カンマ。はあ、あなたたち本当に何も知らないの？こんなにカバンにお菓子詰め込んで。本当に私じゃないんです、信じてください。拉致が開かないわね。ここから先は親御さんと警察に連絡するから覚悟しといてね。そんな。いいですか。ハンマーでカンマなんてこすみません。何？
少しだけ私にお時間をください。何をするのよ、ここからは出れないわよ。ええ、大丈夫です。少し店内をハンマーカンマーさせてもらいます。え、店内を調べる。わかったわ、5分だけね。ああ、ありがとうございます。よちはたくん、助けて。本当にいつもしょうがないですね。まずは状況を整理しましょうか。現場のコンビニには私、ドミちゃん、イッチの3人しかおらず、店員はあの女性1人だけ。そして買い物を済ませてお店を出ようとしたら、ドミちゃんのカバンの中にお菓子がパンパンに入っていたと。どう考えてもイッチ返しですね。皆さんもそう思いませんか。何ですかこれは。ただいまカバンにお菓子詰め放題。はっ、わかりましたよ、このコンビニお菓子万引き事件の真犯人がね。それでは、うだうだ説明しても仕方がないので結論から言いますね。え、何？まさかこの子をかばうっていうわけじゃないでしょうね。うち、万引きされてるんだからね。ハンマー、ハンマー。結論から言いますと、万引きしたのはドミちゃんではありません。ちょっと、こっちは証拠もあるのよ。そんなわけないじゃない。ハンマー、ハンマー。これを見てください。これは店内に貼ってあるチラシ。これが何だっていうのよ。いや、私もね、本当にそうなのかなと思ったんですけどね。ただいまカバンにお菓子詰め放題、これを本当にその通りやっちゃった子がいるんですね。これがハマカン。え、まあうちではそういうサービスやってるけど、ちゃんとお金発生するからね。そうなんですよね、そうなんですけど、ここを見落としちゃったんですよね。イッチーがね。え、イッチーが？どういうことよ、ちゃんと説明しなさい。簡単な話ですよ。コンビニに来た時、このチラシを見たイッチーはお菓子欲しさにカバンにお菓子を詰め込もうとした。けどカバンがなく、ドミちゃんにわざわざ借りるのも恥ずかしかったから、黙ってお菓子を詰め込んだ。差し詰め、こんなところでしょう。イッチ、本当？ふぅ、なんでこうなっちゃったかな。ごめんね、ドミちゃん。私、ただただお菓子を詰め放題できると勘違いしてた。店員さんに呼び止められた時、怖くて何も言えなかった。本当にごめんなさい。まあ今回はハンマーカンマーってことで見逃してくれないですか。そうね、まあ故意的じゃないなら仕方ないわ。やったー、よかった。よちはたくん、ありがとうね。ああ、いや、いいんですよ、いいんですよ。今回も動画を最後まで見ていただきありがとうございます。他にもよちはたよちざぶろうシリーズはありますので、ぜひ見てくださいね。ではよちはたよちざぶろうでした。